ともくんチャンネルです。はい、今ね、見てもらった、これミニデコの暗黒将軍ですね。はい、の制作途中で、今ねこのキャビンの方とかグリルバンパーの方ですね、つけて、でもうねこのヘッドライトとヘッドライトで、フォグランプ4つですね。で、あと、フォグランプが2つで、フォグランプが2つですね、4つですね。で、ヘッドライトが2つで、この横のね青い、緑のとこですねが1つ。はい、でまあもう1つねこっちに、助手席側に1つで、まあダイソーさんのね、100均のダイソーさんのこの LED の球っていうのは8個ついてるんで、このキャビンの中にね、8個 LED の球が詰まってます。はい、でまあね、1個のとこにつけたらまあ光がね、漏れないようにちょっとね、このね、はい、アルミテープをいっぱい貼ってね、やってみました。はい、まだもうちょっとねこのバンパーの下の部分とかがね、ちょっと、はい、こんな感じで光が漏れてますが、ちょっとねここもちょっとだけ修正します。はい、で内装もねもうこんな感じでつけました。はい、でこの、ガラスのここですね、はい、ここに、このミニデコは青島さんのキットなんで、はい、ちょっとねちっちゃい青島って、はい、書いてます。はい、つけてます。はい、これもシールです。はい、でちょっとね前回のまあ、とこで、この荷台のね横のリレーは、ちょっと紹介したんですけど、ちょっとだけねアルミテープでねちょっとだけ隠したりとか、ちょっとしてます。はい、で、またねちょっとだけ 他のとこに漏れないようにね、電気って、まあ、LED の、光が漏れないようにちょっとはしてるんですけど、まあ、ここね少しだけちょっと漏れてますが、こんな感じですね。はい、まあ後ろもねまあこんな感じでちょっとは光漏れないようにはしてるんですけど、ちょっとプラ板とかで、ねまあ囲んだりして、ちょっと加工またね、きっちりっていうか綺麗にちょっとしてみたいと思います。今はねちょっとこんな感じで LED の球のリレーの部分、はい、この横ねサイドの方はリレーの方でやって、でキャビンの方のフォグランプとで、フォグランプとヘッドライトですねと、この横のとこですねっていうのは
点灯の方です。はい、こっちが点滅の方です。はい、で今のところね、これちょっと仮でね、スイッチ類はここに置いてますが、もうちょっと、ここをこのね、まあ、2台のここだけを、残して、ちょっとプラワンでね、ここを囲んだりとかっていうのもしてみたいかなと思ってます。はい、まだ触るんでね、サイドバンパーとかはつけてないんですけど、またこれからね、ちょっとつけていきますので、今回はこんな感じでちょっと、はい、この、店頭の方の LED の球をキャビンの方にねつけてやってみました。はい、でまたちょっとね、修正として、加工をして、2台の方も LED の球のねリレーの方をやってます。はい、まだもうちょっとね、これ、電気の方をこういう風にねつけなくて普通に、作ってたら、このシリーズもね、トラックのこの作るシリーズも3回か4回ぐらいで終わっとったと思うんですけど、僕もね、こんな感じで、オリジナルでね、電気 LED の球とかつけたりして、まあ、キャビンの方もねこんな感じで色分けしてとか、してますので、もうちょっとだけねシリーズが伸びると思いますんで、まあよかったらね、また次回の動画も見てください。はい、で、今回ねこちらの方、はい、これ今外車ちょっと避けてますけど、こちらの方もで、こちらトランク、ボンネットの方ですね、はい、の方もで、ちょっとこちらに置いてますが、部品類ですね、はい、の方も中間の色でファインシルバーですねを拭いてます。はい、これ中間の色ですね、前回は下地の色で、メタルブラックですねを拭いてましたが、今回ファインシルバーで中間の色で拭いてます。はい、でこちらの方は最初にねこのミスターカラーのクリアグリーンですねを拭いていって、キャンディーグリーンにしてみたいかなと思ってます。はい、まあね、ここにね、エンジンとか、はい、ここにねエンジンとかマフラーとかっていうのもあるんですが、それはね前回ちょっと紹介したこのね3色ですね、もうバタバタしてちょっとごめんなさい、このエンジンカッパーとかエンジングリーンとかエンジンゴールドで、まあ本当のねこのエンジンの方とマフラーの方ですねを、色分けしてみたいと思います。はい、で一応ねリアの足回りですね、リアの足回りとかもで、この輪っかなんですけど、これもホイールの、内側につけるやつですね、はい、のもありますし、これ見にくいと思うんですけど板バネですね、はい、で、
このシートだけですね、フロントのシートだけ今シルバーに拭いてみました。はい。で、とりあえずね、この内装のこれはまだね、ピンクグレーで置いてます。はい。これはもうこのままでちょっと置いて、でこのフロントのね、このシートっていうのはちょっとねここには今ないですけど、蛍光ピンクかな、でちょっと拭いてみたいかなっていうのもありますし、ね、まあこの前ねちょっと久々にね、ミスターカラーのいい色を買ってきたので、何にしようかなっていうのも考えてます。まあ、外車なんでまあちょっとね色も僕が考えならダメなんで、まあ日本車とかねのプラモデルやったら、こんなんかなっていうのもありますが、外車の色的っていうのは僕もね、ちょっと調べらなわからんので、ちょっと考えて、やってみますんで、また次回の動画でね、ちょっと色分けとかもして、まあ外車の方も部品つけていったりとかしてやってみますので、よかったら次回の動画も見てください。まあ同時進行でね、外車の方とこの、ミニデコの暗黒将軍ですね、はい、の方も、同時進行で制作していきますんで、よかったら、次回の動画も見てください。はい、まだね進んでいってると思いますんで、お楽しみください。はい、それでは今回はねこんな感じで、まあ、ちょっと LED の球で、ね楽しくこういう感じで光らせてたりとかしてやってみました。で、あとね、外車の方も中華の色でファインシルバーの方とかでね、拭いて、やってみましたので、また、これもね、ちょっと長々と紹介をしてみましたが、次回お楽しみください。また見てくださいね。はい、お疲れ様でした。ともくんチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、コメント、グッドボタンをよろしくお願いします。それでは、お疲れ様でした。バイバーイ。